こんにちは、おともかれんです。今日はカーテンからこんにちはです、花恋ロベルの撮影をしました。今回は、クリスマス号ということで、雪が降らしたいなという思いから、雪をテーマにした女の子の友情のお話を書きました。私が小説を書いておきながら、雪ってどうやって降るんだろうって、撮影でどうやって降らせられるんだろうって思ってたんですけど、降りました。シューってスプレーから雪が降り、すごく幻想的な写真になったのではないかと、幻想的というか綺麗な写真になったのではないかと思います。クリスマスに雪が降るところを見たいと憧れていた小さい頃からの幼馴染が、お父さんの仕事の都合で引っ越しを沖縄に引っ越しをしてしまうという話です。このままこの彼女が沖縄に行ってしまったら、2人での夢のホワイトクリスマスは達成できないけれど、どうしようどうしたらいいんだろうって2人とも